桂吉也は大阪府井原岸出身の落語家、俳優。情報落語協会会員で、所属事務所は米朝事務所。出林は間室川温度。二人の子供を持つ既婚者で、現在の本名は富谷隆作。旧姓は辛母だったが、結婚を機に富谷姓を名乗っている。現在は兵庫県天ヶ崎市に在住。両親とも、 養語学校の教員だった新母家の長男として出生。ジップは大阪府立藤井寺養語学校の校長として定年を迎えた。吉谷自身も小学校で児童会の会長、中学校で生徒会長、ブラスバンド部長を務めていた。大阪府立春日急高等学校からジップが卒業した神戸大学教育学部に進学。高校時代には 体育教員になることを志しながら、サッカー部で活動していた。しかし、大阪教育大学と筑波大学の入学試験で、不合格になったことを機に、目標を小学校の教員に改めた。大学への進学後は、落語研究会に所属。中学生時代にブラスバンド部で、フレンチホルンを吹いていたことにちなんで、高科落派という講座名で活動していた。後に、 会長へ就任。その一方で、ジップの学生時代と同じく、夏場にはボランティアで、朝日キャンプのリーダーを務めている。大学時代は、3年 B 組、金八先生の坂本金八や、熱中時代の北の高大のような教員を目指していた。しかし、4年生の時に、神戸大学附属住吉小学校で2年生に、対する教育実習を経験したことをきっかけに、 落語界の道を志すようになった。いわゆる、ゆとり教育が本格的に始まった時期であったことに加えて、教員が追う責任の重さや、先生よりも生徒が主人公という実態に接した、ことで教員への適性に疑問が湧いたという。そこから、一人で背景から、すべての演者を表現する落語の世界で生きることを模索。浸水していた、桂吉朝に当てて、 手紙を書いたことをきっかけに、吉長の落語会に日産するようになった。当初、吉長は弟子を取る意思を示さず、神戸大学を卒業するのだから教師になれ、他のところへ行ったらどうか、という言葉で吉弥を悟していた。しかし、吉弥が、なおも吉長の楽屋へ通い続けるうちに、落語研究会の活動と並行しながら事実上の見習いとして、楽屋で、 身自宅などを手伝うことを容認。三代目桂ツ米町一門の入門芸にあたる東の旅、発端を吉朝から半年がかりで教わった末に弟子入りを認められ、大学在学中の1994年12月に落語家としての初講座を果たした。ただし、吉朝の兄弟子にあたる桂ツラザは自分より学歴の高い者への敵外心と相まって最後まで、 弟子入りに反対した。桂米長は、ザコバが我々の税金で国立大学に行ったのに、なんで先生にならんねんと怒っていたと記している。大学を卒業する1995年には、2月から基地長の師匠である桂米長の自宅への住み込み修行を予定していたが、一月十七日に当時住んでいた神戸市灘区内で、阪神、淡路大震災に遭遇。 吉し自身は幸いにも難を逃れたため、修行の開始を1ヶ月だけ遅らせることを条件に、朝日キャンプの震災ボランティア活動に参加した。1995年3月から3年間、兄弟子の桂朝貴ちらと共に、米長の自宅で内弟子として住み込み修行。この時期には、稽古の合間に、兄弟子や師匠から、急ぎの用事が突然入ることが多いため、内弟子として、 いつでも用意ができるように待機することが苦痛だったという。とはいえ、内弟子時代には、米朝が人間国宝に認定され、吉谷自身も NHK 紅白歌合戦の審査員に選ばれた、米朝の付き人として、NHK ホールで歌合戦の本番を鑑賞するなど、内弟子としては恵まれた境遇にあった。また、内弟子時代には、米朝、 死弱の付き添いで新宿末広亭の講座に出演。前座話で軽技を披露した。内弟子生活を終えてからは、落語家の域に留まらず、俳優やタレントとしても幅広く活動している。落語家としての活動内弟子生活を終えてからは、現在に至るまで、吉谷の実家近くに住む勇士の自宅で、かすが寄せと称する落語会を定期的に開いている。また、 自身の企画による落語会、カツラヨのお仕事です。も、不定期で開催。一部の公演を収録した上で、CD や DVD として発売している。あるテレビ番組のリポーターとして、島の内協会を取材したことが縁で、2015年からは、カツラヨのお仕事です。の一環として、毎年12月の中旬に、同協会で6日間連続の落語会に臨んでいる。 2019年5月21日からは、毎年独演会で使用している三 k ホールブリーゼ、でも、吉谷18番と称して1日3代6日間連続の落語会を開いた。同ホールで18番に臨んだ落語家は、3代目、桂米朝、2代目、桂新尺に次いで3人目である。2006年暮れには、天馬天神半上庭にて、師匠、 基地町の18番ネタである、地獄八景猛者にを披露し、縁間の町での一芸披露大会では一度暗転させ、講座を折り2006年に死去した内山だよとクール5の内山だよを登場させ、長崎は今日も雨だったを熱唱した。その一方で、2010年には、同じ一門の桂部にベニスズメとベニヤという漫才コンビを組んで M-1 グランプリに挑戦。しかし、 大阪予選の2回戦で敗退している。2015年からは、かつて、島の内寄せが最初に開かれた日本キリスト教団、島の内教会で、桂ツラのお仕事です。スペシャルと題した、落語会を、毎年12月に開催している。2017年からは、3代目、桂春長、桂ツ枝との3人会を、年に1回のペースで開催。 三人とも九百九十四年の入門を経て、情報落語四天皇と称される、話し家のもとで内弟子修行を経験したことに由来する、落語会で入門年の下二桁にあたる数字が、串と読めることにちなんで、串勝の会と称している。彦八祭りへは、基本的に参加しない方針だが、二千十九年の第二十九回開催に向けた告知動画、彦八ライダーに、 黒の全身タイツとスマートフォンのかぶり物という、いでたちのスマホ怪人役で出演した。2020年9月24日からは、毎週木曜日に、神戸新海地、気楽館で、ヨシアウェブカズラヨシア一門落語会を開催する。ヨシアは、武田若子のピタッとで、2017年1月から、木曜日のパートナーを務めてきたが、 同番組が2020年10月1日で終了することを踏まえて木曜日の定席開催に踏み切った。俳優としての活動落語家として活動する傍ら NHK のテレビドラマにもたびたび出演。2004年の大河ドラマ新選組では山崎進役を演じた。この背景には基地長が生前小卒軍団リリパットアーミーに入っていた関係で 関西の小劇団の舞台作品に数回客演していたことが挙げられる。三谷幸喜が新選組の脚本を執筆する際に関西弁でセリフを言える役者を探していたところ劇団の関係者を通じて吉谷を推挙されたという。吉谷夫婦も三谷のファンで吉谷が三谷にファンレターを送ったことも新選組出演への決め手になったとされる。逆に 新選組の放送終了後には、ヨシアが東京で開いた独演会を三谷が鑑賞している。2007年10月から2008年3月までは、上方の落語会を舞台にした NHK 大阪放送局制作の連続テレビ小説、チリとテチンに、つれづれ低草原という架空の落語家役で出演。この出演は NHK 放送センターのディレクター時代に、 新選組の演出を担当していた伊勢田正也が NHK 大阪放送局へ移動したことをきっかけに決まった。伊勢田が移動後にチリとテチンのキャスティングを検討していたところ、新選組のキャストに落語家がいたことを思い出したことから、吉也の起用につながったという。吉也は同作品で演じた、つれづれて草原の役名を放送終了後の講座でも使用。 枕話で観客のつかみを取れた場合に、桂吉也、またの名を、ツれズれて草原と言いますと名乗っている。劇中で演じた、チリトテチンを落語界で披露することも多く、劇中の他のネタの披露を主催者側から依頼されることもある。その一方で、チリトテチン以降に、NHK 大阪放送局が制作した連続テレビ小説にも、スポット出演ながら随時登場。 師匠の吉屋佐と同様に、大阪を拠点に活動する劇団の舞台作品へ、俳優として出演することもある。吉谷18番の翌月からは、舞台公演、はい。丸尾不動産です。本日家をシェアしますに、京都大輝とのダブル主演で臨んでいる。放送タレントとしての活動、チリとテチンへの出演で、高い知名度を得たことなどを背景に、 シリトテチンの本放送終了直後からバラエティ生活笑い百科や在反民放テレビ局を代表する情報番組に相次いでレギュラー出演。武田は過去のピタッと、木曜日のパートナーに起用された2017年1月以降はラジオでのレギュラー番組が同局制作の番組に集中していることからピタッと、出演する際の自己紹介で ミスター a b c と名乗っている。桑原翔平と共にパーソナリティを務める翔平、吉谷の土曜も全開。では、桑原と町長発誌のやりとりを展開しながら放送中に天気予報の原稿を読んでいる。2016年には同番組と近麗のコラボレーションによる完全受注生産製品翔平、吉谷の土曜も全開。 牛すき焼きうどんのプロデュースに参加。発売に合わせて作られたキャンペーンソング牛すき焼きうどんの歌では本職の歌手家おまけの歌声を披露している。2011年と2014年にはおはようパーソナリティ三上洋蔵ですで三上とアシスタントが夏季休暇に入る8月中旬の放送で桑原と共にパーソナリティ代理として出演。 2014年8月19日の8時台、話のダイジェストでは、当ページにおける、学生時代から内弟子時代までの記述内容を、検証しながら、桑原とのやりとりを通じて、吉谷の反省を振り返る趣旨の特別企画を、放送した。山形県とは無縁の家庭で育ったにもかかわらず、同県の民謡である、間室川温度口座の出囃に用いているのは、 七夜祭の弟子入り前に、出林の稽古で通っていた民謡教室で偶然耳にするうちに気に入ったからだと言う。現在は落語の前に音頭を歌うほか、地元のマムロ川町からマムロ川大使を移植されている。前期のマムロ川大使のほか、妻の出身地にあたる島根県安城市からは安城市ふるさと大使を移植されている。この関係で2011年には、 同市で開催された第7回中海マラソン全国大会に参加。ゲストランナーながらマラソンデビューを果たした。この大会以降もマラソン大会に参加することがあり、2013年10月27日開催の第3回大阪マラソンでは毎日放送の番組出演者代表の一人として参加。フルマラソンの部を4時間52分に40秒で完走した。 2016年には居住地の天ヶ崎市が市政100周年を迎えたことから天ヶ崎市市政100周年 PR 大使を拝命。その縁で10月16日には市政100周年記念事業の天がスキハーフマラソンに出場した。11月20日開催の第6回神戸マラソンでも大会事務局が任命するフレンドシップランナーとして 5時間27分台のゴールタイムで完走している。2018年2月18日に開催の郷土マラソン2018にもチチンプイプイのレギュラー陣を代表して地元出身の市川泉と共に参加。終盤に苦しみながらも4時間57分47秒で完走を果たした。2 0 0 2フィファワールドカップ期間中に神戸、 ウィングスタジアムで開催された試合でボランティアスタッフを務めたり、産経新聞でコラムを連載したりするなど、学生時代からサッカーへの関心が強い。現在でも出演番組でサッカーの話題が出るたびにサッカーファンとしての一過ことを披露。関東圏のスタジアムでサッカー日本代表の試合が開かれる場合に関東地方での仕事の有無にかかわらず、 スタジアムまで観戦に出向くこともある。2016年3月4日に行われた、なでしこジャパンの試合も観戦していたが、この時は、産経スポーツの取材に肩書きは、落語家としつつも、本名でコメントしている。阪神タイガースのファンでもあることから、日本プロ野球のシーズン中には、阪神甲子園球場で、阪神の主催試合も随時観戦。桑原の親族に、 ラグビー日本代表経験者の天泣きでレ,レイ・マフィがいる縁で関西圏で開かれるラグビーの試合をスタジアムで観戦することもある。ラグビーワールドカップ2019の期間中にはマフィが名を連ねる日本代表の試合が組まれていなかったにもかかわらず、神戸市開催分の全4試合を自費で観戦している。2014年1月からは、 境会なき記者団のジャーナリストとしても活動。ノーボーダーでは、毎月に一本のペースで、スポーツの観戦記や、桂ツラヨのスポーツから口話と称するコラムを、執筆、公開している。学生時代は、MBS ヤングタウンの、ヘビーリスナーで、小福帝鶴子と、隅淳一がパーソナリティを務めていた日の放送に、隅淳二というラジオネームでメッセージを投稿したことや、 ハッピートゥデイ出演したこともある。当時から現在に至るまで、ラジオ番組の聴取中に気に入ったことや気になったことを自作のノートに記している。ちなみに、チチンプイプイ水曜日の総合司会を、角が務めていた時期には、オープニングでの自己紹介の後に、直近のニュース、話題にちなんだ謎かけを披露していた。1998年10月10日に結婚した妻は、 神戸大学落語研究会の一年先輩で、吉屋を同会に勧誘した、超本人でもある。サザンオールスターズや星野源の大ファンであることを公言する一方で、休日には家族ぐるみでリアル型脱出ゲームへ参加することもあるという。出演番組では、コンサートや脱出ゲームへ参加した際の模様をたびたび話している。ありがとうございます。